吉田さん、2年間のコンサルお疲れ様です。やっぱり吉田さんもいろんな方のお話を聞いて、そして一生懸命ね答えていくと、それそのものがまさにコンテンツになっていきますよね。そしてその経験と情報発信コンテンツが新しい信頼を得てですね、ますます進化していく吉田さんに魅力を増し加えているんだと思います。まあ、私の場合はそのビジネス視点がなくなって、はっきり言って発信力はチャンネル登録1万6000をピークにですね、あとは減少傾向にあるんですよね。まあそれを悲しいとは思わないんですけども、逆にですね、絞り込んでいく情報発信に、まあ、今は注力してるかなってところですよね。特に40代50代の恋愛事情っていうのが今、まあ、私の少ない、視聴者さんに受けてるんで、その少ない視聴者さんに対してしばらくは切り込んでいこうかなと思うんですよ。まあ究極は一人に向けて発信するってとこですからね。私の情報発信を誰か一人、特定の人に向けていても、そのやり取りに興味のある方とか、それから同じ思いを持っている方が共感してくださる、まあその波を、波紋をですね、いくつ作っていくかってことだと思うんですよ。でその他にね、不特定多数の人に受けるものっていうのは、そのヒカキンさんとかね、はじめ社長とかあると思うんですけども、やっぱり人が求めているのは自分にだけ届けてくれるメッセージだと思うんですよ。これからもね、例えば視聴者さんが30人になったとしても、30人に30通りの悩みと人生がある、いや本当にね、3人とか1人になってもね、その人にしっかりと向き合っていくのは変わらないんじゃないかなと思います。逆に言うと、1万人を超えていつもね、ライブ放送すると30人から50人来てくださった時は、皆さんになかなか対応できなかったりね、一番多いのがね、680人の視聴者さんがライブで来てくださって、もうコメントの流れる速度がブラーンですから読めないんですよね。まあ、そうなった時に人気 YouTuber さんとか、それからねショールームとかっていうコミュニティもあるんですけども、そこでファンを抱えた方っていうのは、とてもじゃないけども一人一人に丁寧にっていうのは絶対できない。そこがウィークポイントになるなと。人気者のウィークポイント、そして人気がまだない人のこのね、スケールっていう強みっていうのは、まさに人気者のウィークポイントそのものだなと思いますんで、ランチェスターが通用するんじゃないかなと思いますね。あとね、この2年間のコンサル振り返ってっていう動画を見て、ここまでの話ができるのは多分たくさんいると思いますけども、じゃあね、話をねどう広げるのかっていうことのヒントを今回はおまけでつけようかと思います。キーワードで吉田さんがルノアールって喫茶店を出してきましたね。これは全国チェーンじゃないんで、東京に行かれた方しかわからないと思いますけども、とにかくビジネスとかネットワークとか保険とか、ああいう面談が頻繁に行われているその名所ですよね。そのルノアールがネットワークビジネスで利用の方をお断りみたいなことをしたことがなかったですか？今でもそうなんですかね。で、私の住んでる町広島では、ファミレスというファミレスでね、なんか知んないけどもプレゼンが行われて、どこでも金持ち父さん、貧乏父さんとか、4つのね、マトリックス、ESB インベスターみたいなのがあったりとか、暗号通貨っていうのがねとか言って話してるのね、ちょっと今子供と一緒にいて耳に入ると本当笑っちゃうかなと。俺が話してやろうかみたいな、そんな内容ばっかりで、結局ね、5年10年遅れてるんですよね。今ファミレスで話してる方も、もしかしたらルノアールで喋ってる方も、でも逆に言うと5年10年遅れてる情報でも最先端の人が未だにいるってこと、そしてこれからもってことなんですよ。5年前の新しい情報でも、それを聞いてない人にとっては今日が初めての情報ですからね。だからビットコイン、暗号通貨、こういったものにどうしようかな、やろうかな、そんなものがあるんだっていうふうに知った人っていうのも、まさに今日生まれるはずなんですよ。そうなってくると20万人しか登録してないみんなの銀行なんてのはね、まだまだ広めるチャンスがあるんですよね。まあこういうふうに考えていけると、動かなければ損なことっていうのが明確に見えてくるのと、何をやったらロスなのかってことも明確に見えてくるんでね、情報をつかんでしっかりと選別して進んでいきたい、いただきたいかなと思ってますね。じゃあいってらっしゃい。